爆発的な人気はとどまることはなく、歌手という枠を超え、さまざまなジャンルで活躍。その天真爛漫な明るさは、バラエティ番組で遺憾なく発揮された。映画「モスラ」では、怪獣を操る小美人として出演。劇中歌「モスラ」の歌も話題に。バラエティ番組ではコントに挑み、コメディエンヌという新たな才能を開花させた。シャボン玉ホリデーが始まってちょっとぐらいから非常に興味を持ちましたね。もうとにかくね、僕あのピーナッツのプロ根性に感心するのは、本当に寝る時間なんかねあったのかなと思うスケジュールで、その稽古舞台稽古になるとパチッ全部頭が入ってるんですよ。いい加減な人はね、稽古の時はまだまだ入ってなくて、言い訳を必ず言われるんだけど、ピーナッツの方は全くそういうことなかった。あれはやっぱり完全信者で素晴らしいですね。事務所の先輩花はじめとクレイジーキャッツと数多く共演したザ・ピーナッツ、植木仁志とも堂々と渡り合った。さて早速今日のゲストをご紹介します。今日のゲストはザ・ピーナッツ。いやーどうどう、あれどう、もう本当にだれちゃった。帰ろうかな。ちょっと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 、北島三郎みたいなこと言わないでよ。こっちいらっしゃいよ。遠い遠い遥かな道で靴ずれできて歩けない、赤チン塗れば気分も晴れる、しかしだ痛い染みる、それでも行こう、フラフラの遥かな道。ほら感激して感激してピーナッツは泣いてます。やっと分かったらしい。ちょうどね、口説き文句というかね、殺し文句の傑作集、まあそういうものをちょっとテキスト代わりに僕持ってきてるから、ちょっと持ってきてください。はい、うん、それをね、まあ今事細かくね、ビニール3位にわたってやりたいと思ってる。うん、それじゃあ、あんたこれ行くか。うん、あんたこれね。はい、じゃあちょっと行ってみようか。はい、じゃあ三山さんお願いします。初台であの道を行けば
なこと言われたんじゃ、これだってとてもやりきれない。あなたと私ちゃお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 、たらた踊るわ、ほうに見るわ、ほう同じや、ほなら。ちゃお、大好きなピーナッツちゃお。お招きありがとうちゃお。いや、こちらこそちゃお。クレイジーキャッツの谷啓とも幾度となく共演を果たす。仲間入れてください。それじゃあね、あのシビズビーのスキャット、ああこれピーナッツが一番得意とするところでね、あのスキャットっていうのはね、これで、3曲ばかりやるから、谷さん、はい、何やるか分かんないよ、うん、ちゃんと吹ける？え、譜面があるからその時吹くね。谷さんよろしくお願いします。じゃあね、男と女とそれからあれと、あのなんだっけ、ワンノートサンバとそれからモーツァルトのトルコ行進曲、この3つ。じゃあ谷さんお願いしますね。時はサバラバダサバラバダ、流れサバラバダサバラバダ、恋のサバラバダサバラバダ、幸せ重ねるにつれ、歌も大人の恋愛に変わっていく。切ない気持ちがしっとりと綴られる。
冷たいあなたのことを
愛の行方では第3回東京音楽祭世界大会で銀賞受賞。1959年のデビューからさまざまなジャンルの曲を歌ってきたザ・ピーナッツは、デビューから16年後の1975年、ついに最後の曲を発表する。
引退記念番組さようならピーナッツ。多くの楽曲を提供した宮川は演奏で花向けをした。それで何曲くらい今までシングル版出てるんです。シングル版がね、78枚って、裏表で150曲くらい。そうですね。あ、そう。でもあの最後のなんか曲になったけどね、うん、でも寂しくないからいいんだよあの曲ね。明るく、ね、ピーナッツやっぱりやめる時は明るく、明るくカラッとして、うん、だからそれを、とうとう最後なんだけど、聞いてもらおうと思います。それじゃあタイトルはワーキナアイツです。ワン、ツー、スリー、フォー。もしもし悪いけれど今夜仕事でね、あ、忙しい、だからバイバイブギュウギュウだね。浮気ナイツ、ヘイヘイ、あの目が好き、ヘイヘイ、いつでもほらヘイヘイ、寂しそうでしょ、もう出てるくせに私を私にするの、むしゃくしゃしちゃうけれどなぜか怒れない、ありくめない、とてもハンサム、不義不敵、浮気ナイツ、人を大事にするというか、周りの人たちに対する愛情がとってもあの気配りができる人だったので、ちゃんとなんか育てられた人の人柄の良さみたいなのありましたね。優しいんですよ、とにかくあの人たちは。で、付き人に優しいし、運転手さんにも優しかったし、うん、鼻が高いとかね、もう鼻持ちならないっていうような精神はありませんでした。だからみんなが寄ってたかって、ピーナッツ、ピーナッツ、ピーナッツということをね、思ってたと思います。みんなも可愛くて。囲まれ今日
大きな愛に包まれ成長を遂げた2人、成功を手にして知った本当の幸せとは。そんな胸の内を明かす映像が残されている。その悲しいこと辛いこと覚えてるかって言われるでしょ、うん、覚えてる？私はね、苦しいことってね、忘れるのね。なんか楽しかったいいことばっかり覚えてるからね。いいことって割とたくさんあったみたいな気がするのね、うん、私たちやっぱり歌い手にとってやっぱりステージで何かやるでしょ、うん、するとそのお客さんがバーッと拍手来た、うん、もうその嬉しさっていうのはもう人に口には言えない、ね、だからやっぱり歌はやめられないんじゃないかしら ね一生一緒。でもやっぱり結婚したいわね。したいね。どっちが先に行くと思う。そればっかりはちょっとわからない。デビュー以来数多くの歌を残してきた二人、いつまでも歌い続けたい、そう願ってきた。だが普通の女性のように恋もしたい、そう願うのは当然のことであった。その恋が成就した時にピーナッツが終わりを迎える予感もあったのだろう。その日は突然訪れた。